ちょっと今緊急で動画撮ってるんですけど、これクソイラついててマジムカつくわ。もうね、珍しくめちゃくちゃ怒ってるんですが、正直ね、なんか前裁判がアードコーダー言ってましたが、そんなのがね、もう日にならないぐらいのブチギレ。わかりますよね皆さん、俺がなんでこんなやりついてんのか。そうです、繁盛なんですよ。マジであいつやばいよ本当に。いや皆さん、なんか心当たりありますよね。最近俺と繁盛の間に何があったかちょっとね思い返してみてほしいんですけど、そう、繁盛のね、ゲンスルー動画のアスペクト比がおかしすぎる。何あれ、アスペクト比っていうかさ、もう画質、フレームレート、音量調整全部ダメ。ありえない、考えられない。繁盛っていうか、まあ多分繁盛自分で編集できないから繁盛の編集者なんだけど、まあ見てない人はね、一回繁盛の動物園動画向こうのチャンネルで見てほしくて、あれってさ、俺ピクセルの一番最新版のめちゃくちゃ画質のいいカメラで撮ってるんですよ。でその動画をわざわざね、俺繁盛にカット編集と画質のノイズ軽減と風とかね、そういうめっちゃ暴風強かったから雑音の削除、その方を全てやった上で丁寧に送ってるんですよ。だから実際ね、もうその例えばさ、編集者の人に任せてもその場で撮影してる人じゃなかったら、面白かったシーンとかさ、クスッとくるシーンってその場の雰囲気わかんないじゃないですか。だからカットされちゃうことが多いからこそ、俺がねその手間暇をかけて全部やった上で送ったのに、なんでああなった、おい。カットはしかもさ、一切しなくていい、もうこっちやってあるから変に削らないでくださいっていうのも伝えたのに、まあなんか若干ジュアリティの高いシーンとかもちょくちょくカットされてて、でしかもさ、時間かかった割にはフル字幕とかですらないし、挙句の果てにはもう一番の素材になるであろう俺視点の繁盛の映り方がもうめちゃくちゃ拡大されてんのよ。こんなので繁盛マット作ってるやつらが満足するわけないでしょうが。ありえねえよ普通に。逆にどこ編集したってんのよこれでね。あれ実は繁盛が編集してましたって落ちちゃったらめっちゃおもろいんだけどまああいつがね、そんなカット調整以外のことできるわけないんで、おそらく繁盛自身はね編集してなくて、まあ、てかあいつ自身確認しろって感じなんだけど一回ぐらいあんなにドアップで自分の顔しか映ってなかったらおかしいだろ。どんな距離で俺繁盛の映像撮ってんだよ。ゼロ距離じゃん、チューしながら撮ってる距離じゃんあれ。しかも恥ずかしくないのかよ、あんな自分のさ毛穴とかぐらいが見える距離で撮られてて羞恥心がもう崩壊しとるからああなっちゃってるんですけど、まあ、原因として考えられるのが、俺が送った映像のサイズって 60fps の 4K の動画で 3840×2160 のサイズになっていて、多分ね、その編集した人は 30fps めっちゃねカクカクだったんだよね。 30fps の HD 画質 1920×1080 の編集ソフトで読み込んでしまった結果、動画サイズがおかしくなってて、まあ、本来それって編集ソフトで縮小ねすれば解決する問題なんですけど、その作業を行ってしまったということが考えられますね。まあだから俺もね、普通の動画だったら、ただね繁盛とコラボしましたみたいな動画だったらこんなことに口はしないよわざわざ、もう向こうの編集者にも失礼だしね。ただ今回の動画って繁盛のマットを作る、これからの未来を作っていく子供たちに向けての俺と繁盛からの決意表明だったのに、それを無下にされたらさすがに黙ってられませんよ。まあだってさ、それさ、今これからなんか仕事に直結する人だっているわけじゃん。なのにあの見せ方はね、まあちょっといろいろ考えた結果、弁護士の方に相談することにしましたはい、というのは冗談です。もうここまで全部前振りなんで、繁盛の編集者の方は全然怒ってないからこれ真に受けないでねちょっと動画のネタにさせてもらっただけだから。はい、で今回の動画なんですけど、本当はね、その俺も繁盛の撮影した素材でマット作ろうと思ったんだけど、まあ多分ね、今俺しかちゃんとした繁盛の素材持っていなくて、一応ね、繁盛の動画の方にコメントで、ちゃんと素材が欲しい方は DM くださいって言ったら、結構な数 DM 来て全員に送るのめんどくさかったから、もう俺のその繁盛の撮った素材を後ろに全部今映像として流しているんで、勝手にこれ画面撮影して使ってください。正直ね、今の繁盛の視聴者って層がカオスすぎて全然よく分かってないんだけど、おそらく繁盛マット作ってるクリエイターとは趣味思考が俺と合うだろうから、仲良くしていきたいとねいう気持ちがあるので、しっかり調理してやってください。まあ、基本的にはその繁盛はツイッチとかで切り抜きチャンネルとかのねおかげでいじられキャラが定着してるかもしれないけど、まあ、昔はそうじゃなくて繁盛をマットみたいに改造してたのって俺だけだったんよ、元祖。もうだからね、俺としては誰からも理解されないアブノーマルな趣味、陰陽フェチみたいなね、そんな感覚だったんですけど、ここ1年ぐらいで勝手に俺の動画が無断転載されましたっていうね、
その通報するかしないかの通知が冗談抜きに1000件以上来てるんよ。でこれ何のことなんだろうなと思っていたら、全部ね繁盛マットが俺の動画から素材を切り抜いていくから元祖の俺のところに通知が来るのよ。しかもそれです、公式の YouTube からの通知だからブロックできないし、まあ、正直クソ鬱陶しいなと思っていたけど、俺としてはね、なんか自分と一緒のそのアブノーマルな趣味趣向の同士、仲間を見つけたという気持ちに同時になっていて、まあ、俺自身もね結構動画編集には知識ある方だから、その繁盛のマットとか見ると、あ、これはちょっと手間かかってるなとか、うわ細かいところまでこだわってるねっていうのが誰よりもね分かるんですよ。でしかもご丁寧に繁盛マットの制作者も、その俺のこと知らないけど素材を使わせていただきますっていう紳士的なコメントを残していくやつもいるんだけど、まあ、結局許可出してないのに全員使ってる時点で犯罪者なんだが、まあ、だからこそ今回は通知がこっちに来ないように繁盛のチャンネルでね素材を多めにしたものを投稿しようって言って動画を渡したらあれだったんですよ。ダメだね、もう任せられない。だから今日罰として昔繁盛隠し撮りしたなんかシナモンに抱きついてるキモい映像あるから晒すわ、これ勝手にもう今なら多分出してもいいやろ。でみんなが何の編集ソフトとかでやってるのか分かんないんですけど、最近俺もねダヴィンチリゾルブっていうその新しい編集ソフトに変えて、これなんと無料でねアドビとかプレミアプロよりも性能いいって言われていて、まあ俺は有料プランにしてるんですけど、むっちゃ軽いしちゃんとした編集もできるので、皆さんぜひよかったら使ってみてください。簡単にこれから編集とか始める人向けに今から、まあ、あのマットとかのやり方教えるわ。企業案件じゃないからね、ちなみにこれ本当に企業案件とかじゃないからね。はい、そうしましたら一旦こちらの画面を見ていただきたいんですが、これが俺が最近ダウンロードしたダヴィンチリゾルブっていうねソフトになっていて、俺も詳しい使い方とかはまだ分かってないんだけど、一旦、まあ、今回使うであろう素材をいっぱい入れていて、例えば、まあね、一番最初に撮ったこの素材とかをこうやってポイって投げると普通に使える。この辺はプレミアプロとか一般的にある有料のねソフトと変わらないんですね。で音は使わないから音の部分だけカットしておいて、でちゃんとね右上にプロジェクターみたいなのが映るんで全然アップじゃないでしょ。でこれが繁盛の動画だとそのズームがこんぐらいになってたんですよ。こんぐらいもう顎しか映ってないよみたいな。おそらくアスペクト比をねこのまま読み込んでサイズ間違えて縮小しなかったっていうパターンになってると思うんですけど、でなおかつこれね 60fps で僕のやつは動きますので、しっかりとヌルヌルした画面になっている。いいね。で、まあ、例えばこれの、まあ、最初の部分とかいらないじゃん、まあ、これ拡大して、まあ、俺ちょっとショートカットキー変更しているんですけど、例えばこの踊ってるところの繁盛が欲しいと思ったら、まあ、ここで一回 S を押して、まあ、いらない部分を切り抜いていく。ですごいのが、まあ、ここはうわーって叫んだシーンとかあるじゃないですか。でここで例えば一旦カットして、今度このなんか喋ってるところとかをカットしたいと思った時に、ここでまたショートカットキー、まあ、俺ねこれ変更してるんですけど、トリムという機能でここで A を押したら、なんとここがねさっき一番使いたいところがここまでカットしてくれるっていう自動で、本当だったら分割分割カット詰めるっていう作業があるのに、これはなんとねそこを全部縮小して一気につなぎ止めてくれる。でこれつなぎ止めるときも、例えばこれいっぱいあるんですけど、エフェクトとかが、まあ、カラーディップとかクロスディゾルブ、こういうのを使って、カラーディップだったら暗闇に反転して、クロスディゾルブだったらこうやってなんかねいい感じにカットをつなげてくれるんですよ。これも例えば TikTok みたいな感じに画面をねこうやってシェイクしながら行く、こうやってクリップをこう変わりながら行くっていうのをここの真ん中に置くことによって、一気にカットがこのようにスムーズにいきます。ちょっと若干重くてなんかこんな感じね、うん、スムーズにカットができると。で、まあ、さっき言ったのが基本的な操作の説明になるんですけど、他にもねいろいろ機能あって、まあ、とりあえず入れます、音声使わないんで今回音声カットします。まあ、やっぱりね倍速とかスローモーションは一番そのマットをやる上で使っていくと思うんですけど、そういうのもこれ速度変更移動できないことになっているんですけど、ちゃんとクリックすれば速度変更 1.5 倍速とかねできるようになっています。このようにで逆再生とかもできると思うんですけど、なんか今のところまだやり方分かってないんで、どうやってんだろうな、ループ再生ちょっとやり方めんどくさくなっちゃうんですけど、無理やりすることはできるが、まだスムーズにやることは分かんないんで、もし知ってる人いたらやり方教えてください。でこういうなんか画面がね全体的に暗いなと思った時は、こちらの俺ちょっと課金してるんで結構いいあれになってるんですけど、 HDR グレードとかでいくらでもね加工できて、でなんならこの自動カラーとかでいい感じにカラー調整してくれるっていうのもあるらしいんですけど、あれ？あ、これされたかな？ちょっと明るくなったかな？わかんないけど、それが納得いかない人はサイドとかをね自分でこうやっていじったり、シャドウとか強くしてより鮮明な画面を見れるようにしましょう。まあ、もちろんねコマンド Z とかで全部戻せるので、
ってな感じですね。あとはこれめんどくさいんですけど、繁盛をより綺麗に写したいっていう人とかはですね、フェイス修正、ビューティーとかフェイス修正とかって、これをここに入れ込むことによって分析、はい、来ました、繁盛の顔が分析されております。ちょっと待って、なっけ、こんな分析ミンクって言うよ。でもこれは多分分析したところをオーバーレイ外して適用量増やしていけば綺麗にしてくれてんのかな。なんか目のタッチとか唇のタッチとかあるから、これを変える、ちょっと変わるな。あ、こんなことできるんだ、クマの除去すごいなこれ。こんな感じで、その画像だけじゃなくて動画に対してもいろいろとね、アプローチをかけていけるっていう、すごいな。俺本当に7年間 AVI っていう過去のソフトでやったから、最近のソフトについていけねえなこれ。こんな感じですよ。あとはカットとかを使いこなして、いかにね、素材を上から当てはめていくかって感じなんですけど、ほらね、さっき読み込んだ 5% のとこだけちょっとキモくなってるでしょ。で、まあ初心者で一番そのやっぱ編集をね、上からやっていくっておしゃれなの難しくて、難しいし作業量がやばいんですよ。なんでおすすめとしては、例えばこういうね、なんか素材動画とかが落ちていて、ネットに丸々フリー素材みたいな感じで調べれば落ちていて、これ例えば紙っぽいな、素材なんですけど、そう、音量をあれですね、著作権に触れるんで一回削除しておいて、で、なんで今回著作権を気にしているかっていうと、繁盛のそのマット制作者が毎回俺のところに素材を取りに来るたびに俺に広告収入が入るっていう、そういうウィンウィンの関係を築いていこうと思ってて、前のやつ全部歌ってみたの動画の素材だったからね、俺に利がなかったんだよ。まあ、だから俺は皆さんから広告収益をもらう代わりにこの繁盛の素材を差し出しますよっていう闇の取引ですね。で、これを今これね、緑色になっちゃってるんですけど、どれだっけな、あ、見つけた、このフィルターのリゾルブ FX キー 3D キーやを動画に入れ込ん で、この矢印 OpenFX Overlay っていうのが使えるんだから、これをクリックして、今はどの色を消しますかっていうコマンドになってるんだけど、これで黄緑色を選ぶことによって、なんとね、後ろの背景が透過できる。で、まぁいろいろと細かいところは調整できるんですけど、もうなんか別に作ってないのにマットみたいなもんな。スピンの除去とかキー調整で、まあ、しっかりとね、黄緑を消してあげて、で、これを流すことによって、もうこれだけでね、顎っぽいなみたいなのが作れてしまうっていう、そんな感じですね。で、そこにまあ、改めてアクセントは自分たち入れていけばいいのかなって感じですかね。これ、結構おしゃれで、まあ、他にもね、まあ、TikTok とかでよく見がちな編集って、こういうのを使ってると思うんですけど、これも一回ね、ショート動画とかで使って、クロマキー推奨って書いてあるやつは、まあこれも同じですね。こういう歌のやつを、しっかりさっき使った、エフェクトの、エフェクト画面じゃなくて、フィルターだ。フィルターの FX の 3D キーや入れ込みます。ここがオーバーレイになってるの確認します。この色がいらないんで、ここクリックします。そしたら、消えると。はい。で、消えて、繁盛が、このね、曲にマッチした動きをちょうどしてくれるっていうのが、まあ、主な、そんなんで生きていけんのか。そんなんで生きていけんのか、お前。これがね、よく僕が用いる編集方法になっています。まあ、最近マットとかね、全然作ってなかったんで、本来はここで繁盛のマットを俺も一本投稿しようかと思っていたんですけど、まあ、そこはちょっと本職の人に任せますわ。はい。ということで、このダヴィンチリゾルブね、他にも、まあ、こういう機能を使わなくても、そもそものエフェクトとかがいっぱいあるんで、こうやってなんか、望遠鏡みたいなね、やつとか、はい、指名手配者、いろんなのがあるんだよね。まあ、多分、こんな程度じゃない。もっとね、無限の可能性を秘めているソフトだから、俺自身もね、やっぱ、どうせ素材を提供するならいいものを作ってほしいっていう思いが強くて、この辺はね、ぜひともレベルアップして、今後の活動の励みにしてくれれば幸いだと思っています。はい、ということで今回はこんなくだらない動画を最後まで見てくださってありがとうございました。まあ、今後も繁盛とね、いっぱい動画撮っていこうと思うんで、俺とだったら多分いくらでもゲンスルーの格好をしてくれると思うから、そうね、せっかく家も近くなったということで、無限に動画撮ってきます。バイ。